はい、おはようございます。村岡正典です。今回マサッチレーシングです。今回富士サーキットのね、各コースにまた来てます。3回目かな、ちゃんと走んだね。まあ、こんな感じでまだ濡れてんですね。これはね、俺が走ってはいけない気がする。滑りそうな。で、今日はテーマとしては工藤さんが教えに来てくれるので、前回ねタイムが結構詰まって36秒前半ぐらいまで出たんですね。今回は35秒台にしっかり入れるっていうのを目標に、どういう風に走ったらいいかですかね。まあ、この辺のねカーブが難しいんですね。分かってはいてもなかなかできない感じで、これこけますね。まだね、もうちょい走り出すとね一気に乾くんですけど、最初に走るの怖いから誰か走ってほしいな。はい、ってな感じでね、6月8日、もうねレース1ヶ月ちょっと前です。で、だいぶレースに向けて自分なりには走って人に迷惑がかかるようなね感じではなくなったんで安心してんですけど、まあ、出るからにはね少しでも貢献できる、早く走れるようにね頑張っていきたいと思います。ということで頑張ります。こんな感じでだいぶ変わった、いろいろ変わりました。なんかねレーシングスタンド仕様になったり、いろいろついて、まあ、ちょっとねやっぱりリアサスとかフロントフォークをいじらないともうちょいタイムは上がんないんじゃないかっていうのが一応工藤さん加藤さんのアドバイスなんですけど、まあ、まだまだね技術面でどうにかできないかなって模索してて、要はライダーの問題ですね。そこの限界に行って、でそれから変えないと、なんだろう、変えた意味が分かんないというかな、あ、なるほど、だから変わったらこうなんのねよっていうのを実感したいので、まあ、そういう過程を楽しみたいと思って、まだ変えないって言い張りながら、早い2人が言うこんなサスペンションじゃっていうのを頑張って乗ってます。でもね、そこにもう自分の技術的にはこっからタイム詰めるにはやっぱこのマシンの問題の方が大きいよって自分でも思うようになったら、サスペンション周りを変えていこうかなってことですかね。あとステップとかもまだね吸ってないかな。あ、じゃあ右擦りましたね。左も一回吸ってるな。まあ、この辺が触り出してるんですよね。だからこの辺触ってくるとこれ転ぶんですよ。もう思いっきりここに軸がいっちゃうんで、だからあのバックステップとか上げるアップですね、上げてこの倒した時に擦らないんですよ。あとこれはもう取らないといけないですね。いつか取んなきゃいけない、ここをカットしないといけないんで、そうするといよいよこれなしにはバイクが立たないっていうね、本当のレーシング仕様になっちゃうんですけど、まあそれもこれで転ぶギリギリをまで行ったら切りたいなっていう、分かってんですけど過程を楽しむためにという風な判断でやっていきます。さあ35秒台出してみたいと思います。頑張りますよ。ゴープロつけて走っていきます。ブランカ走ります。10周で俺と同じタイムを
36秒1あっさり出してきて、まあバイクはどんな感じ、やっぱまだいじんないとダメそう。うん、なんかまっすぐは別にどうでもよくて、うんうん、やっぱり足回りが全くやってないじゃないですか、うんうん、何にもやってない足回りなんで、うん、やっぱりずっと姿勢がもうバイクはこうなんですよ。ああ前がそう、もうオーバースペア、フロントヘビでオーバースペアなんで、うん、後ろに全然乗れないんですよね、こうやって、うん、で多分乗せちゃうとすっぽ抜けるんですよ、うん、その辺の足回りの前後のバランスを普通にしてあげて、うん、まあ、そうすると今度ステップすると思うんで、うん、ステップやってあげて、うん、でなんつっても ABS 便利じゃない、直線のツッコミ。そう ABS、ね、なんか言ってたじゃないですか俺思わず使っちゃって、これを使ったら下手なるんじゃないかと思って。堕落するね、やっぱりライダーが堕落する。直線リアブレーキなんてもう ABS に任せとけばいいやと、とりあえずいっぱい踏んどけみたいな俺のこと言ってんのかと。まあまあまあ、けどタイムを上げていくってことを考えたら、やっぱりもうちょっとロックするしない、ロックするしないっていうのを繰り返しちゃうんで、微妙なところをブレーキはキープしなきゃいけないんで。あれロックしてないよね、だからする前に解除されちゃうの。あ、でもしてる、あ、一瞬しよ、あ、じゃあした瞬間解除なんだ、うん、すごいね。じゃあそれ人間よりやっぱ早いから、人間より遅いから。遅いね、人間の方がやっぱいい。そうなんだ、全然その限界値、あれがキュッ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 ってなんないでキューってできるのは人間です。だけどまあまあ便利、街中は便利、まあ、じゃあリアサス効果。そう、リアサス効果。フロントの ABS は全くいらないんで、うん、ちょっと怖かった、僕の右で右に握り込んでみたらやっぱ効いたんで、うんうん、あれはいいにつけなくなっちゃうんで、遠回りしちゃったんで。だからブレーキホースをメッシュホースに変えちゃえば、うん、そのまま ABS 外せるんで。なるほど、そんなもんかな。で、あとギア比は全く合ってないんで、うん、スプロケットをフロント一丁ショートにすると。だけど今これで俺パッと見て、今36秒1だったでしょ、うんうん。まあだから村岡さんは本当に結構早いんじゃないかなと思った。嬉しい本当に、うん、あ、じゃあ現時点でこのマシンとしてはこんなによく乗ってたねって感じ、うん、よく乗れてるなと思って、お褒めいただいた、うん、じゃあ、うん、その辺リアサスとかを変えたらだいぶタイム上がってくるよってことか。そうですね、だからやっぱ今年の目標で32秒ぐらいまでそんな行くんかな。多分リアサスやって、うん、ブレーキやるじゃない、うん、そうすると当然フロントサスペンションもセッティングしなきゃいけなくなるので、うんうん、フロントサスとリアサスがマッチしてくれば、うん、もう全然乗りやすい。それもんなの。で、車体はやっぱり今やっぱそのバランスが悪いのをなんかギリギリ制御しようとするから攻めきれなかったりもする。そう、制御するっていうか攻めれない、限界を感じてるからそれ以上いかないこともあってってことか、うんうん、転んじゃっていいんだったら行くけどだよね、そういうことだよね。そうね、だから多分俺これで頑張ったとしても、うん、4秒台じゃないかな。楽々 36.1 出してた感じだったけど、まだ全然全コーナーに余力を、うん、てかね、濡れてる。あ、まだ1ヘアピンが濡れてるのが超怖い。まだ濡れてる、うん、まだ濡れてるからね、うん、あとまあリズムがまだ取れないんで、いじり、うん、そうだね、うん、いじり時かな。そうね、もうこれで練習してるもんね。なんかまだ技術面が上がってからと思ってたけど、まあいいんじゃないかなっていう気がする、うん、じゃあ7月のレースも、まあ、このバイクじゃないけど、うんうん、そこそこ乗れそうかね。おお、全然全然っていうか、ね、もう久しぶりに見てびっくりした。あ、本当に速くなってる。おお、嬉しい。なんだあの沖縄のあのあれ30年ぶりだ、まあ、コメントは避けるけど30年ぶりだから。もうあれカメムシ、カメムシライダー写真とか見ていろんな人が村岡さんかっこいいっすねみたいな、うまいっすねっていろんなコメント入ってるのを俺は見て、うんうん、俺はコメント入れちゃいけないな村岡さんのためにもだけど今日の走ってるのをちゃんと撮って、うん、ちゃんと見たら、うん、自分のとね、うん、乗り比べの動画見てみたら、うん、全然遜色ないと思う。あ、うん、ヘルメットが俺の方がかっこいいとかつなぎは俺の方がかっこいいなんかそういう、ね、つなぎはね、そのビブスこれ、これね、そのモトクロスのジャージ。あ、モトクロスジャージか、うん、これは便利ですよ、ちょっと寒いそこがちょっと風格あって、うん、ビタビタこう後ろ行ってんのがなんか、あ、いたな、こういう人っていう感じ。よくあの文句言われますよ、これ同じレースに出てるやつ、いたいたいたって思う。工藤、このビラビラうざいとかあと昔髪の毛がそこそこほらちょっと長かったから、うん、ヘルメットの後ろでチラチラする髪の毛がうざいとか、ね、で早いんでしょ、めっちゃ腹立つなそういうの。いや、まあ早い人はなんぼでもいるんで、僕そうだな。
本当20年30年ぶりに乗るバイクとしては、うん、すごくいいバイクだよね。うんうんうん、あのちゃんとしてるよね。アドバイスありがとうございました。こいつをじゃあ引き続き頑張っていきたいと思います、はい、次はサーキットだな。そうですね、レースですね。つくば、つくばつくばは練習したい、一回走りたいね。そうですね、ライセンス取らなきゃあかんすね。そっかそっか、いきなり取れる、うん、取れるんだけど、まあまあ走行量も高いのと時間があんまり、うんうん、四輪とかもやってる、うん、まあぶっつけ本番でもなんとかね、耐久だからもうずっと走ってるじゃん。だからそのうちだって平岡さんが2時間走るでしょ。そうなの。いやそうじゃない、1時間ぐらいでしょ。先生何時間でしたっけ。6時間、6時間だから1人1時間だよね。割合30分を2本走るか、ね、30分2本、ね、休み休みででさ、うじゃうじゃいるじゃん。だから、うんうん、まあ早いライダーにラインを教わっていけばいいわけですよ。勉強になると思うし、で筑波走った後またこれ乗ったら、うん、またタイム上がるから。なるほど。年内に30、まあ、2秒はきついかな、33秒台に入れましょうよ。33秒台入れたいな、はい、で33秒台入ってくれると僕がカブで練習しに来た時にちょうどいいターゲットになるんで。ターゲット人参獲物、俺獲物、僕もほらカブが3秒台入ったぐらいなんで、うん、こっからもうワンステップ上げたいところなんで、お客さんが成長してくれれば、うん、僕のカブのレースのタイムが上がるっていう。なるほど、素晴らしい。上がりました、頑張ります。はい、はい、頑張りましょう。はい、まあ、乗りこなしたら33秒台ぐらいでね、走るんだけど、6秒だ。やば、いや、16秒1、どんどんタイムが上がる。もう俺のベストタイムと同じタイムですね。ちょっとで、ね、ええー、なー、まだ全然余裕ありますね。サーキットの音っていいよね。これはきっとカナオにはあかんねえだろうな。もう35秒台出そうですね。まあラインがね、ほんと綺麗なんだよね。コース取り、コースを上手に使って、まだ全然ね